はい、戦国武将紀行、徳川秀忠公誕生の井戸、誕生井戸って書いてありますけど、産湯のことですね。2つ説があるみたいですけど、1つはですね、二の丸浜松城の北側にあったと、まあ、まさにお城で生まれたんじゃないかと。2つがこちら側なんですね。ここは遠征の駅のすぐ下にあるんですが、まあ、ちょっとしたモニュメントというか、井戸ですね。その前、井戸に生まれたね、産湯の井戸ですね。つまり産湯に使った水の井戸になります。どちらが本当かって言われても両方使えば余るでしょうし、ただここ場所が遠いんですよね。下屋敷、正室というか側室のお子さんになりますから、別に側室だからって言ってもね、当時はどうでしたかね。下屋敷が構えられていたのは、下屋敷で産んだと、まあでもまあお城で生まれたことにするとか、そんなことはいくらでもありますし、西郷の局、ね、出産はどう下屋敷、やっぱり出産した場所のそばに産湯があるっていうのは普通ですからね。まあ、他の方のようにあちこちにあるっていうケースもありますけど、まあどうでしょうね、下屋敷にいたと、下屋敷で産んだというのもまあ合っているとは思いますけどもね。ここは浜松の駅から700メートルぐらいのところで、安子についてのですね、散歩道というのはこういうのがありますので、歴史散策される方はパンフレットが出てますので、これを元に歩かれた方がいいと思います。それとこちらですね、江戸幕府2大将軍徳川秀忠公出生の地、その下屋敷で生まれたということが正しければですね、こちらの産湯の井戸を使ったと、井戸水が使われたという伝承でということですよね。ここにも書いてありますね、2箇所あったと。で、産湯なんですが、これですね、ちょっと逆光の関係で、今はこういうふうになって、立ち入れますけど、一応立ち入らない方がいいと思いますね。囲いがないだけで、ちゃんと、もともとの井戸の形を作ってありますしね、蓋がしてあるんで、ちょっとそのままの方がいいと思います。はい、秀忠公の産湯の井戸でした。